数間利用したことはあります。歩数だったり飛び上がった回数だったり寝る時間っていうものをデータ化するっていうのが初めてだったので、それを見るだけでも一日の行動っていうものが分かってすごく勉強になりました。あとは LINE を送って会話をすることができたので、それが面白かったなというふうに思ってます。やる気出てきたって LINE が来ましたこのメッセージの後についている活動量なんですけど、50から500で活動量が表されていて、50だとほとんど寝ているような状態で、逆に500に近づくにつれて激しく運動しているような数値らしくって、今は500で出てきているので楽しく遊んでるんだなっていうのが分かるメッセージになってます。ユスケ、行ってくるね。お留守番する時はあるので、その時にうちはペットカメラは置いてるんですけど、どうしてもそのカメラの画角に入らない時に天助がどうしてるのかっていうのが分からなかったんですけど、ここは猫トークですとどこにいてもどんな行動してるっていうのが分かるので、あ、見えないカーテンの裏で寝てるんだなですとか、家でくつろげてるんだなっていうのが分かりました。今まで愛犬と暮らしていて、やっぱり話すことがワンちゃんってできないので体調管理っていうものが難しかったんですけど、ワネコによって歩いてる歩数ですとか寝ている時間ですとか正常時のデータっていうものが取れるようになったので、それをもとにもし異常があった場合に気づけるのかなと思うので、メッセージのやり取りを今後もしていきたいなというふうに思います。Orchestrating a Brighter World NEC